災害時に備え車中泊のポイントを学びました。名古屋市千種区のトヨタモビリティ中京では、南海トラフ地震で愛知県内でおよそ45万人が経験するとも予想される車中泊をテーマにしたイベントが開かれ、地域の人たちなどおよそ50人が参加しました。車中泊はプライバシーを守りやすい一方で、エコノミークラス症候群の危険が伴うため、ゲストで俳優の寺坂頼我さんも参加し、足を伸ばせるようバスタオルやクッションで座席を平らにする方法などを学びました。まあ、孫たちが乗せてくれるので、ね、そういう時にヒントが、ね、教えれるでいいかなと思って。トヨタモビリティ中京では地域の防災力を高めようと、地元企業やボランティアなどが一体となって毎月イベントを開いていて、来月は備蓄品非常持ち出し袋がテーマです。